ゃあ説明してしようか。説明しよう。ちょろいもんじゃね。ブラックコーヒーとは、コーヒーの入れ方ぐらい説明できます？ドリッパーだったらお湯の温度は90度ぐらいでしょ。うん、注ぎ方だって真ん中の真ん中からは周り、そして真ん中に戻るように注ぐのよ。蒸らすのだって、うんちくだけで本当に入れられんのかよ。知識はあるんだな、知識はあるんだな、その子。だったら見てなさい。ギャフンって言わせてやるんだから。おばさん、ギャフンは死ぬだろ。持ってくるな。おばさんの言い方。おばさん、ギャフンは死ぬだろ。こいつ煽ってくんな。めっちゃ煽ってくんなこいつ。でもギャフン君には飲ませてあげない。なんでだよ。だって感情悪いんだもん。あっそ。あら、機嫌が悪くなっちゃった。やっぱり入れてあげるわ。好きにすりゃいいだろ。別にどうでもいいぜ。じゃあ、ね、そっか。ソラコとキヨって何歳さ？ 10 歳ある？ないよね、多分。名前は胸焼けするようなうぜえネーミングだけど、見た目も匂いもまだまともだな。あら、ほんと、おいしそうね。いいか、よく見てろよ。せめて人間の食べ物っていうもんは、ゴローの作ったこのレベルだろ。お前の用意したこの毒々しい飲み物は人外のものだ。だいたい表面にぐってり油が浮いているのが分かる。なんで油が浮いてんの？コーヒーって油浮いてる雲なんですか？コーヒーってそういうものなんですかね？ちょっと分からないですけど。そうでございまするか。そうでございまするか。そんなの、コーヒーの油が、油分がちょっと出ちゃっただけでしょ。普通表面を覆うくらいの油が出るかよ。どうやって作ったんだよ、この不気味なコーヒーは。たく見てるだけで気分が悪いぜ。ごめんね先生、ゴロちゃんもこれはかばいないよ。いいもん、初めにかばってもらうもん。何でもかばってくる、初めにかばってもらうもん。とにかくゴロのコーヒーで気を沈めてからだな。それからじっくりお前のこのまずそうなコーヒーを悲観してやる。いや飲めよ。悲観じゃねえんだよ。観察して思うだけじゃなくて飲んでくれよ。それじゃあまずはゴロちゃんのから飲んでみてね。おう。なんだこの負けた感。来たか、ポペラ魔法入りだ。どうしたの清原くん、日本語になってないわよ。なんかあの辛いのとかが逆転するやつ。なんでそんなあったっけ。なんか味覚が逆転するやつ入れてる。激うまコーヒーを吹くの？ゴロ、お前これに何を入れた？愛だよ。何って普通だよ。コーヒー豆にお砂糖にミルクに食器洗剤にシャンプーに、ボディーソープに洗顔に。んな普通のものが入ってるとは思えねえぞ。隠し味に料理酒とワインビネガーとピクルスの保存液。料理酒はまだ許されるのか。ワインビネガーも許されるか。いや、コーヒーに入れると許されねえかな。ピクルスの保存液はまずいっすね。料理酒も問題だけど、ピクルス。ゴロちゃん、ピクルス超好きだもん。あ、そうだっけ。ピクルスピクルスダモンじゃねえ。なんでこれで匂いだけはまともなんだよ。確かに。匂いを、匂い相殺してないの。ギャハル君、口直し、私のコーヒーを飲んだらいいわよ。進むも地獄、戻るも地獄。やめろ、そのヘドロのような液体を俺様に近づけるな。まあ、一杯、一口目から言ってみなさい。ちょっと、何よその言い方。失礼しちゃうね先生、何なのキヨ。ハンタ、キヨハル君ってもしかしてちょっと味覚落ちなんじゃないの。よし、ゴロちゃんがキヨを抑えてるから。その間に先生がキヨにコーヒー飲ませちゃえ。ガッテンデイ。やめろ、マジでやめろ。えいっ、どう。おい、何を騒いで。犠牲者2人目か。なんだこの一瞬は。的確。何も感じないわよ。お前らキッチンにずっとこもってて鼻がおかしくなってるんじゃないのか。それになんだその毒物みたいな液体は。勘違いしないで、毒物よ。さては仙道がまた異物でも混入した飲み物を作ったな。いい加減にしろ仙道。普段の行いの問題。そこで悪さが効いてきたな。異物一周なら、いいところに来た。お前にだけは死んでも言いたくなかったけど。大丈夫よ、今から死ぬんだから言ってもいいわよ。死ぬから問題ないわ。助けやがれ。
は？いいからこいつらの配りを俺様の目の入らないところに連れてけ！このままこいつらの作るもんを飲まされたら俺様は死ぬ！いやもう死ぬ！先生バスケだ！したいですって言いたいのか、突っ込んだ方がいいか流れ的には突っ込んだ方がいいか、ダメか。大した先生様だぜ。お前元気じゃねえか。まったく次はないぞ飲ませるぞお前ら、元気じゃねえか、ふざけやがって飲ませるぞ。え、あ、倒れたのね。か、清原くん、どうしたの。キヨが死んじゃった。もめやがらしい。ウリブくんじゃねえ、キヨは諦めろ。ウリブくんじゃねえ、俺たちは前に進むしかねえんだ。キヨ、頑張ったよ。あいつの分まで俺たちは進むんだ。いいからこのくだらん状況を説明しろ。死にたいのか、ハーフロール。はい、来てた。あ、いや、こんなんならおとなしくウェイト。結果的にハーフロールじゃねえやハーフロールって言いそうになった。キワル君に一矢報いる形になった私のコーヒーだけど、強引に B6 に飲ませたところ何やってんの。ちょっと待って、何やってんの。ちょっと待って、殺戮ショーを楽しまないで。眉間にシワを寄せながら、もうみんなから味の保証をいただいた。どういうこと、どういうこと、どういうこと、それ。これ以上犠牲者が出ないために全員覚悟を決めたの。しかしその後の聖帝学園の七不思議に聖帝の悪魔封じのコーヒーとして私のコーヒーが追加されるようになることをまだこの先、この時の私は知りよしもなかった。キヨ卒業だろ悪魔の方が卒業するのになんでだよ。封じるコーヒーが残んのかよ。知りたくもなかった。キヨ結婚諦めた方がいいかな、もうこんなやつとは無理かなっていう判断をせざるを得なくなってるかもしれないな。真田の血液型大型っぽいな、大型っぽい気がするな。血液型で人の性格を判断するんじゃありません。正解なのかい、正解なのかい。お前やっとストレートにいけた。なんか結構手が怖いんだよな、突然身内の問題出してくるもんな。それでは、はい、今年度の聖帝学園文化祭の催し物でアンケート1位になったのは、はい、これボーナスエピソードの方ですね。クラス X の喫茶店である。まあ一番ボーリーをむさぼってたからな。わーい、嬉しい。やったな、担任。担任先生、頑張ってたもんな。いや、何もやってないんですけど。お疲れ。あ、はい。ゴロちゃんも超嬉しい。パルルルルパルルルル。うん、あげー。おー、本体本当に良かったですね、キヨは。先生、子猫ちゃん、おめでとう。この俺の熱い抱擁でお祝いを。お前はちゃんと金払ってから来いよ喫茶店に金払わなかったツケだったろ、お前。出席簿の角は痛い。まあ、それは痛いよな、多分。さあ、物体 X は処理したからね。だけど、だけど、物体 X とは。先生。あ、銀次のことか。単純に銀次のことね。うまかったしな、ホットミルク。そっか、よかった。9000円よ。盛況でした。さすがです。しょうちゃんなんか出てこなかったね。しょうちゃんあんま出てこないね、最近。だよな。本当に美味しいお茶だったよ。そうですよ、先生。さらっといるな、さらっと。岡崎来るか。クラス X のことをバカにしててすみませんでした。クゼちゃんはね、判断はね正しくするんだよな。評価は、評価は正しくするところがクゼちゃんのいいところだよな。俺好きだよ、そういうところは。大好きだけどな。それでは表彰式を行う。クラス X 万歳。おー、の校長が言うんだそんなこと。ありがとうございます、嬉しいです。先生、え、清原くん今なんて言ったの。先生って言ったね、初めてだね。先生、俺改心したぜ。こんなにもクラス X を盛り上げてくれた先生を見ていて心が洗われたぜ。気悪いな、本当に改心するやつは改心したって言わねえんだよ、行動で示すんだ。これからはいたずらも嫌がらせもしないで真面目に勉強するよ。真面目な清春をよろしくだぜ、イエーイ。はい、完結しました。どうでしたでしょうか、清ルートいかがでしたでしょうか違う意味で完結しちゃうな。あー、すごい、夢みたい。夢かこれ、そういうことか。むにゃむにゃむにゃ、うれしい。わあ、むにゃむにゃむにゃ、すごい。寝言言っているな。ああ、これ同時に言ったのか、同時に言ったってことかすごく楽しそうだよ。つついちゃえ、ツンツンこれこれちゃんルートであったな、ツン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 ってなんかやり返すのあったな。どうする、爆睡してっけど。ノンプロブレム、ノープロブレム。外に放置したらどうだ。10月だと風邪ひくだろ、このまま起きるまでほっとくか。あ、何集まってんだお前ら。あ、
なんだブッチャイクが寝てんのかよ。なんかね、楽しい夢見てるみたいだから、このままにしておいてあげようって言ってたの。うーん。うんや、清原くん偉いわ。真面目になるのね。なるほど。よし、寝てるやつにやることといえばこれだ。夢を改変してやるのかな、耳元へ囁いて。完了。何？うん、じゃあ俺様はこれで退散だぜ。起きたら鼻に唐辛子みたいな。どうしよう、先生の額に。あー、はい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 、妄想中って書き上がったぜ。妄想中。とばっちりが来ないうちに帰る。的確な行動、迅速な判断。いや、幸せ。なるほどな、判断が早いってやつか。そういうことか。あれ全然逃してるな。やればできるんですね。最初の方か、これ。最初の方かな。直が起きてるぜ。ここか。アラスカのサバンナでもそうだろう。のか。アラスカとっと思ってた。やるな。サバンナはアラスカにないでしょ。サバンナは熱帯長層草原地帯のことでしょうが。知らねえのか。最近地殻変動があってアラスカにサバンナが引っ越したんだ。すごいな、引っ越しできるな。おバカ。おバカ、引っ越しなんてしません。はい。確かに弱肉強食で言えば清原くんはその外見で文句なしの強者になるけど、とはいえこれじゃ単なるぼったくり喫茶になっちゃうでしょ。もっと控えめにしなさい。値段ね。堅苦しいこと言うなっての。ダメったらダメ。まったく、文化祭でぼったくり喫茶だなんてアラスカにサバンナがあるくらいありえないわよ。まあ、はい、シンプルだったな。はい、ここらしいですね。悲観っていうとこかな。やるおめえ。それを言うなら批評でしょ。ああ、悲観だったら最初から悪い予想を立ててるんじゃないの。いや、もう立ってるからさ、違和感ないんだけど。当たらずとも遠からずだろ。美味しいです。それじゃあまずは。ご利用ししたら美味しいと。ひどい、最初から悲観するつもりみたいじゃないの。結果そうなんに決まってるってやろ。なりません。それじゃあ、はい、まずはゴーちゃんの。同じ結果だな、ほぼ。なるほどな。何すんだ。はい、勉強にしますよ。党の税制で国に納めるものを何という。そうだな。はい、正解。やっぱり学力が上がってる。これはいい兆候ね。このままいったら期末テストでは赤点なんか一つもないわよ。嬉しい。って、人が褒めてる最中に何を勝手にお菓子食べてるの。お菓子じゃないわ、俺は。これはな、なんて言ってる。お菓子じゃないぜ。メソラって何。口の中のものを全部飲み込んでから喋りなさい。お菓子じゃないぜ、カツ丼だろ。カツ丼食べてたのお前。余計悪いわよ。頭を使ったら腹が減る。それともお前は俺様を飢え死にさせる気か。ウーバーイーツか、それ。ひでえ教師だな。人聞きの悪いことを言わないで。おー、くったくった。今度は喉が渇いたぜ。無茶を言うんじゃないの、もう。とはいえ私も怒鳴りすぎて喉が渇いちゃった。仕方ないわ、休憩しましょうか。ブチャイクの割には話がわかんじゃねえか。それは関係ないでしょ。さて、それじゃあせっかくだし、ここはリッチに休憩しましょうか。リッチか。バカ左右で壁のメインコックにお菓子タイムを頼むか。山田さん、山田さん出る。そんなことしなくても私がコーヒーを入れるわよ。戦慄走る。お、なんだって。こないだの文化祭で清原くんに散々文句をつけられたからリベンジ。やめろ。それじゃ用意してこよっと。こないだはどうしてか油分が浮いちゃったけど、分かってないな。分かってない時点でやばいな。今日は大丈夫よね。な、何煙幕。この教室からお前を決して出さねえぞ。俺様の仕掛けの全てを総動員しても止めてみせるからな。誰も死なせねえ。何よ。いいからとっとと席につけ。学生の本分は勉強、教師の本分は教育。コーヒーなんか飲んでる暇あるか。さっさと教科書を開け。コーヒータイムなんか余ってる暇があるか。いつの間にか教師になってる。教師器用。
補習はするぞーい。続くのか。頑張って補習をしてますね。人が死なないためにだ。けどなんで今日は仙道のが一生懸命になってるんだ。その二人のコメントそれではコメント必要だったらもうちょうるせえよ。もうちょうるせえよ。はい、はい、ラブにしますよ。今日の文化祭は盛況だったわね。でもさすがに疲れたかも。ヨロヨロのボロボロになってぶっちゃいくに磨きがかかってんな。清春くんどうしたの。今日のお前の健闘をたたえてうちまで送ってやるぜ。おお、ありがとう。どんな風の吹き回し。あのえげつない形状のコーヒー。引っ張るね。引っ張るね。両方で引っ張るの。すごいな。ラブも勉強もその話か。嫌がらせといたずらに命をかけるこの俺様でもあれほどの見てくれのコーヒーはなかなか作れねえ。ほう、我が弟子となるか。キヨよ、いいだろう。貴様を弟子としよう。悔しい。アフロールを殺害するためだ。なんだかものすごく理不尽な内容で清春くんから簡単されてる気がする。そういうわけで勝者のお前にもう一つプレゼントだ。何何だから限定的な SE 多すぎるだろう。ここでしか使わねえだろっていうの。なこれシェキーン。おお、外でどうしたの。レアなウェイター姿で送ってやるぜ。やっぱハーフロールでよくそういう姿してるから。今更よ、ハーフロールはもういろんなところのバイトの姿はそれよ。そんな格好で外を歩いたら注目の的じゃないの。喫茶店のバイトが買い出しに出かけるときもウェイター姿だろかなかな。それちょっと分かんないけど。それとこれとは話が違う。さあ行くぜ。滑車水鉄砲か。あー、またインラインスケートなんかをいつの間に。だからなんで吐かされてんの。おいでからないように。ほら俺様の手を握ってろよ。ちょっと手を差し出されても自分から握るなんて。やっぱめんどくせえ。お姫様抱っこか。綱に変更すっか。捕まった家畜かな。いつの間にウエストに綱が。安心しろ、由緒正しい清春神社で言った締め縄だぜ。どこです。どこから突っ込んだらいいのかわからないほどに怪しいわよ。はいはい、んじゃ行くぞ。キャー。周りから見たらカオスだろうな。ウェーターがスケート靴ローラースケート靴でこう行くんだもんな。その後2時間清春くんに送られ 2時間2時間清春くんに送られ、いや連れ回された私は家にたどり着いた時にはなぜか大量のお菓子を買い込まされていた。支払いは私か。っていうかその半分をどうして清春くんが持って帰るのよ。単純にカツアゲ好きなの。それでは、はい、ちょうるさいよもう。